しぶりにチビバトル行くわよ。はあ、行ってくとらっていきましょう。どうも、ラララ、喉が、喉が。はあ、行ってくとらっていきましょう。どうも、ラララございます。なぜか汗だく。さあ、ということで、今回もスマホ版にゃんこ大戦争、ほわかの方でやっていこうかなと思います。なんか知らないけど、めっちゃ汗かいてるんだけど、なんでだろうね。ちょっとよくわかんないけれども。まあいいや、じゃあ早速本題に入りましょう。んで、今回ですね、やっていく内容に関しては、はい、こちら。だいぶご無沙汰なんですけれども、今回はほわかで、海岸のチビバトル猫襲来に挑戦していこうかなと思います。ご無沙汰。さあ、ということで、早速やっていこうかなと思います。いや、ほんと久々だよね、このステージね。ちょ、たまにはいいかなと思って、とりあえず今回やっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。さあ、じゃあ早速やっていこうかなとは思うんですけれども、今回もちょっと変わった編成の方でやっていこうかなと思います。はい。で、出てくる敵に関しては、はい、どう、こんな感じでございますね。チビ暗黒猫でございますね。それと、あと、取り巻きに関してはほぼほぼ天使ということなので、まあ、このチビ暗黒がね、動き止めてくるのがすごい厄介なんですけれども、まあ、今回はちょっとですね、まあ、変わった編成ということで、はい、こちらでございます。今回に関してはですね、ラーメン&ジャガンドジュニアでございます。こちらの編成でやってみようかなと思います。なかなか見ないよね、このコンビね。めったに見ないコンビかなと思うんですけれども、ちょっとね、勝てるかどうかわかんないんですけども、やってみようかなと思います。で、ちなみにですね、上の段に関してはニャンコンボ要員ということで、まあ研究力なんですけれども、まあ上の段のキャラクターは出さないので、まあ出すキャラクターは下のみっていう感じでございます。ニャンコ砲はどうしようかな。雷砲でいいかな。あのね、暗黒の攻撃頻度が半端ないんだよね。いやー、どうだろう、キャノンブレイクでもいいんだけど、いや、どっちかなぁ。いや、悩むなぁ。雷砲でもいいけど、ちょっとキャノンブレイクでいくか。ちょっとやってみましょう。はい。ジャガンドでうまく吹っ飛ばせればね、まあ、ゴリ押しでなんとかいけるかなとか思うんだけど、その辺はちょっとどうだかわかんないんで、まあ、とりあえず、まずは様子見でやっていきましょう。アイテムに関してはどうしようかな。なんか今回もなんか長丁場な感じがするんで、じゃあスナイパーも積んどきましょう。はい。で、猫本は多分いらないと思うんで、使わずにやっていこうかなと思います。それでは早速参りましょう。いつじゃん。さあ、ということで早速やってまいりましょうか。ちょっと待って待って待って、もう開幕から来てるんですけれども、とりあえずそうだね、ひたすらラーメンを出すしかないよね。で、とりあえず天使たちを倒せばだいぶお財布に余裕が出てくるのかなと思うんで、そしたらジャガンドジュニアを出せばいいんじゃないのかなとは思うんだけど、途中でそうなんだよね、マンボウが出てくるのよ。あいつがなかなか飽きた来た、もう早いよ早いよ、こいつがなかなかめんどくさいんだよね。よし、じゃあジャガンド投下して、これで、もうタップゲーだね。ひたすらタップゲーなんですけども、こんな感じで様子見ていきましょうか。キャノンブレイクの出しどころがちょっとよくわかんねえな、これ。これどうなんだろうな。行き過ぎるとさ、このマンボウの攻撃食らっちゃうからな。どうしようかな。まあ、いいか。とりあえず。よし、まあでもこうやって大丈夫。ジャガンドの劣化さ、暗黒に入ってないよね、これ、ギリギリ。これ、ちょっとこれでもさ、行き過ぎるとマンボウ、いやもうわかんねえな、これ。怖えな。しかしながら、いやー、いけるかな、もうわからないね、これ。で、この暗黒猫に関しては吹っ飛ばしてるけれども、何回ロックバックだろうね。多分2回とか3回とか、その辺多分。1回じゃないはず。多分何回かあるはずなんで。だから、1回ね、ノックバックしても安心はできないけれども、オッケーオッケー。でもまだジャガンドだいぶ耐えてるね。もう少しで2周だぞ。あー、やられたか。あー、なるほど。まあでもいいんじゃない。1体倒れるね。倒れるタイミングで、まあもう1体生産できるから、まあこの回転率だったら、なんとかなりそうじゃないから、スピードアップはもうオンのままでいいよね。多分これ多分大丈夫かなと思うんで。もうすげえ、これ、ずっとこの調子でしょ。もうめちゃくちゃ時間かかりそうだね。これスピードアップ済まなかったら相当大変なことになるぞ、これ。オッケーオッケー。オッケー、でも天使の勝利はかなり早いね。だいぶ早いんだけど、これマンボウだよ。こいつ、マジでこいつがやばいんだよ。いやー、でもいい感じで押してるんだけど、こっからだよなー。いやー、わからんけど、でもこういう編成は面白いからね。今後もガンガンやっていきたいところではあるよ。あー、早くもジャガンド消えたか。そしてラーメンは動き止められてるからね。もう本当にめちゃくちゃかわいそうなことになっておりますけど、まあでもスナイパーのおかげでだいぶちょっとは変わってるんじゃないの。うん、だいぶ変わってると思うんで、
そうだね、意外とねスナイパー使うと使わないでだいぶ変わるからね。あの以前の動画でねもう思い知ったからね。何のステージだったっけ、あれか、絶望異次元か。あの時ね、そうスナイパーのおかげでなんとか勝てたんでね。なのでまあ今回もスナイパーの力を借りてやっていきますよ。さあということで、このめんどくさい天使の取り巻きたちをサクッと倒して倒して倒して、なかなか倒れない。よしよしよし、マンボウだよ、マンボウどうにかならん、これこれなんとかさ、いやーわかんねえなー、これやっぱりさ雷砲の方が良かった、これどうなんだろうね、ちょっとよくわかんないこれは。うーん、いやー、よしよしよし、まだ今のところ動きがなんもないんだよな。大丈夫か、暗黒が動きが何一つないんだけど、マンボウもそうなんだけどさ、いやー果たしてこの2種類で無事勝つことができるかな。でもこれさ、猫ボンはいらないよね、使わなくても正解だったよねこれね。意外と意外とお財布は全然余裕なんで、その辺は大丈夫なんだけど、いやーいけるいける、まだいける、まだ意外と押されてないから多分大丈夫だと思う。ものすごい時間かかるかなとは思うんだけど、でも多分なんかね、これはね、まあ負ける気がしない。うん。とか言ってね、いつも負けてるんだけどね。その辺はわかんないけど。でも今回は多分大丈夫。多分大丈夫。ほらほらこれほらこれ、あーもう若干動画。てか待って、キャノンブレーカーが打てなかったんだけど。押したと思ったら、あー、よしよしよし、いいぞ、まだ押せる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 けど、このポジだとまだ微妙なんだよね。あともう一回押し出したいな。そうすればもしかしたらワンチャンありえんじゃない？あー、はい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 、ほらほら、まだまだいける、まだいける、まだいける、まだいける。そして何周目だかわからないジャガンドジュニアも投下して、これで次のキャノンブレイクでどうだろうね。できればさ、とりあえずそうだね、城まで攻撃が入ればなんとかなりそうなんだけどね。その辺がどうだか、とりあえずさあこのジャガンドでガンガンやっていきますよ。微妙か、マンボウがこのポジだけど、にしてもちょっと、これ以上無理、これ以上無理かな。いやー、つうか待って、暗黒さん全然ノックバックしてないんだけど。あー、止めないで、動き止めないで。あー、やばいな、退場するのが早すぎるな。いやー、ちょっとこれは微妙なラインだな。ギリギリ城に攻撃が入らないっていうね、このなんとも言えない感じ。これもう一回押し出したら、これは、あ、ダメか。いやー、マジか。ってなると、やっぱり暗黒倒さないとだよね。もうマンボウはもう無理だよ、これ。どう考えてもこいつもう無理だからね。もうどう考えても無理だから、とりあえずもう暗黒倒すことを専念にしたいんだけど、なかなかこれ攻撃が入って、あー、なんだ、さっきのは、さっきのは動き、なんだ、よくわかんなかったけど、あ、吹っ飛ばしたのか。うん、なんか、よくわかんない動きしたから、なんだろうなと思ったけど。いやー、どうだろう、いやー。あー、一回ノックバックした、あれ何、スナイパーの攻撃だったのかな、何なんだろう、分からんけど。いやー、ほんと分かんねえ、動きが速すぎてさ、もうなんかアクションが全然分かんねえよ。いやー、よし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 、さあこっからね、こっからこっから、あー、動き止めないで。いやー、意外とこれ、いやー、ラーメンだけじゃやっぱりちょっと壁が薄いな。怖えー、もうちょい様子見ていきましょう。めっちゃグニュグニュなってんな。あー、指が疲れた、ちょっと待って、指がタップしすぎて指が疲れたんだけど、ちょっと、あー、これ大丈夫かな、ちょっと待って、先に俺の指が行きそうなんだけど、ちょっとちょっと待って、やばいやばいやばい、やばい、痙攣してきたんだけど、ちょっと待って、今何分経ってる、これさ、そろそろさ看板娘来そうじゃない、これ来そうな勢いだよね。どっちが先かじゃない、看板娘が出るのが先か、それとも暗黒猫が倒すのが先かっていうね、どっちだかちょっとそれも見ものではあるけれども、なんか今のところ全然なんかびっくりともしないからね、これやばいぞ、これ怪しいな。あ、来た来た、看板娘、うわー、マジか。さあ、ということで、看板娘の方が先に来ましたね。やばいな、やばいな、これは。これはやばい。看板娘倒せるかな。いやー。てか、意外とさ、天使やばくない？この取り巻き。なんか、どんどん出てくるよね。こいつだったら無限脇なんだろうね。いやー、な
なかなか、もう一回さ、ちゃんとなんかノックバックしてくれればね、ちょっとスローのさ、奥まで行ってくれたら、ワンチャン攻撃が入ると思うんだけど、それがいけないからな。これがなんともいないところなんだよね。いやこれやばいぞ、マジで。待って、今さ撮影時間見たんだけどさ、もう16分経ってんだけど、ちょっと16分経ってるけどまだ勝敗が見えないんだけど、こいつやばいな。しかもさ、ちょっとぼーっとしながらさ見てたんだけどさ、ノックバック一切してないよね。まだなんかじわじわスナイパーは攻撃当たってるっぽいんだけど、にしてもね、大きくノックバックしてくれないのよ。ちょっと、いや、なかなかこれは怪しいラインだぞ。これちゃんとさ、攻撃入ってるよね、これちゃんと。大丈夫だよね。これ不安になってきたよ、マジで。これ30分ぐらい行くんじゃない？なんかそんな勢いするんだけど。やばいな。やっと行ったぞ。あー、やっとだよ。ずっとぼーっとしてたわ。あ、よかった、上がれた。ちょっとね、あっさりすぎなんだけど、ちょっと、まあ、枯れたからいっか。はい、ということで、今回はですね、こちら、海岸のチビマドル猫襲来に挑戦いたしました。まあ、変身に関してはですね、はい、こちら、ラーメンとですね、あとはジャガントジュニアでございます。まあ、このコンビでね、挑戦したわけなんですけど、めちゃくちゃ長丁場でしたね。まあ、後半はずっとぼーっとしてたんですけども、まあ、なんとか勝てたんでよかったのかなと思います。また引き続きですね。まあ、こんな感じで変な編成でね、ガンガンいろんなステージやっていこうかなと思いますので、随時リクエストお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ということで、今回動画は以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。